おかわんグランプリ、続いての出場者はこの方々です。本家の方に出場できなかった悔しさを胸に、このおかわんに全てをかける奇想天外漫才師なんじゃ隊。はい、どうもなんじゃ隊でございます。はい、浜田雅俊を知っているかい？もちろん知ってますよ。もう大スター。彼が大好きでね。大好きなの？大スターなんです。もう彼に憧れて芸人になってるんです。まあ素晴らしい。あんま彼はちょっとやめて。はい、本当にいつものあれが好きなんです。いつもの必殺技みたいに言うあれが。必殺技。結果発表みたいなやつ。あ、ダメですよ。すごく必殺技じゃないです。結果発表。失礼ですよ。結果発表。失礼ですよ。すごく言い方が好きで。危ないよ。で、今日私ずっと芸歴15年真似してきました浜田さんの。はい。ツッコミですよ、浜田さん。で、今日、ボケてたじゃん、ずっと。改めて、本物の浜田さんになろうと思います。なる。この場を借りて。今、なるんですか？はい。今、なろうと思います。この場で？この場で、ならさせていただきます。おかわんで、なる。おかわんで、ならさせていただきます。すごい。お願いします。それでは、いきます。よし。誰だ？お前は誰だ？お前は誰だって言ってたよ。お前は浜田雅俊。いいぞ。心臓つかんでしょ。唇はついてるかい？いいよ。ついてるよ。唇はプルプルか？唇プルプルだよ。唇は分厚いかい？口は分厚くて顔からはみ出ているかい？出てはない。顔からはみ出る唇がプンだよ。唇プンでずれてるずれてる。こっちやる。またまさとカチって言ってよ。唇を軸に動いてる。またま唇を軸に。聞いてる人分かってるよ。唇の周りを動いてる。じゃんぐる。いいぞ。ウィズティーだよ。いいぞ。いいよいいよ。いつの間にやら仲間はいつも唇増えてるよ。たまにはこうして浜ちゃん肩を唇並べて飲んでね。ほんの少しだけ唇プンだよ。立ち止まってプンで痛いよね。唇プンだよ。浜ちゃんは唇お化け。浜ちゃんは唇お化け。大変だよ。いつの間にやら仲間はきっと浜ちゃん赤坂プリンスを耐えて。浜ちゃん唇赤坂プリンスを抑えて。浜ちゃん唇プンの赤坂プリンスを抑えて。ぜひチキンライス浜ちゃん。浜ちゃん唇がプルプル。赤坂プリンス酸っぱい湯気が立ち込めた向こうね。浜ちゃん入れた唇プルプルが忘れられないよね。浜ちゃん。結果発表唇発表。なるぞなるぞ。浜ちゃん唇お化け。浜ちゃん怖い怖い。お化け浜ちゃん唇お化け赤坂プリンスを抑えて。浜ちゃんがっかりさせない唇お化けの。いつもの素敵に楽しい浜ちゃん捨てて。いつもの楽しいオイラの浜ちゃん唇捨てて。赤坂プリンス浜ちゃん唇押さえて。説明してくれ。浜ちゃん唇伊藤さんがっかりさせない唇を捨てて。唇お化け捨てて。浜ちゃん唇いつものプルプルお化け捨てて。がっかりさせない唇お化け捨てて。がっかりさせないいつもの唇お化け捨てて。遅い遅いほんで。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。どうしたんですか？どうですか？終わりました。終わりました。終わりました。何してんの？目覚めましたね。本当ですか？もう永遠に続くのかなと思いまして。はい。はい。ここから10分ぐらい。あと10分ぐらいあるんですけど。そうですよね。ちょっとちょっとでも運営さんからもうちょっと時間ないぞと。そうなんですか？そうなんですよ。ずっと続くなと思って。はい。でもお二方はナインティナインさん笑ってずっとくれたんですけど、ちょっと。あんちゃんよ。あんちゃん漫才中によ。あんちゃんうるせえだけで何も面白くねえな。あんちゃんやめろお前。あんちゃんうるせえだけで何もつまんねえな。あんちゃんうるせえだけで何。おい面白くなったら使ってくれよな。面白くなったら使ってくれよなあんちゃん。あんちゃん面白くなったら使ってくれよ。違う売れたら使ってくれやそれ。面白くなったらちゃうねん。お題は置いておかないからな。何やそれ。最低のたけしさん。お題はパラレルワールドないと。最低のたけしさん。うるせえなうるせえだけでつまんねえな。それだけ真実やねん。あんちゃんうるせえだけな。それだけ真実やねん。弟は面白いのか。あんちゃんだけか。弟はおいこいつだけか。こいつ出してくれ。最低やぞ。あんちゃんだけうるさくてつまんねえのか。とんでもない餌撒いても面白くなったら使ってくれよな。とんでもない餌撒いてもたこいつに。いいぞいいぞ。今年の M1 ちょっと荒れ模様でございます。二組目から荒れ模様でございます。ちょっとね優勝ですと。もうほぼ優勝じゃないから。いや違う聞け。こんなもん敗退にしてください。わけわからん。僕はかけてるんです。敗退の起きてる。あいつの一番人気だよ。だってこれパラレルワールドの手口たまらんするの。伊藤さんもおかしい。伊藤さんが、そう、矢部さんも言うてるやつ、突っ込んでない。ずっと。よかったですね。よかったです。よかった。おい、行くぞ。ザ・漫才、面白くなって飛び込め、元気なミキ。何言ってんねん、こいつ。赤信号みたいな。みんなで。漫才、面白くなって飛び込め、元気なミキ。みんなで渡れば怖くなる。面白いに向かって走るね。夕日に向かって走る。鶴人さん時代の。クジラ連れてくる。ちょっと荒れております。お前らだけはクジラ連れてくる。ちょっと荒れております。そんなやつおらんねん。みんなクジラ連れてくねん。ちょっと整理しましょう。ちょっとね。これはもう、こんなもの出してくれ。岡村さん、こいつら出してくれ、マジで。いや、でも。荒らしてる。受けてましたね。ありがとう。受けてた。これはすごい。ラジオ聞いてる人はどう思ってるかね。2時。神がかってたんじゃん。いやでもな、いや、分かってたんかって何してたんか。初出場ですけども、なんか、あ、おかん始まったなっていう。いや、よかった。ありがとうございます。トップバッターの前でよう言えるよな、そんな。始まりました。空気がーっと。そのために一年やってきましたから。本気で調整してきました。ラジオではもう伝わらない動きも存分にやっていただいて。そうですよ。唇離れてるとことかラジオ聞いてる人どうやって撮るの？いや、そうなんですけども。あえてやんな。あえてラジオやのに動いて。三木昴生さんの時は、だらだら歩いてきましたけども、勢い良すぎてね、開け方も分からへんのにぶつかって。ちょっとね。そっからもう笑い起きてましたから。はい。それあり？初笑いでしたね、多分ね。は？初笑い。遅いで。え？そしたら。いや、そう、僕らで初笑いよ。うるさくてつまりなんだよ、これ。大変だよ。こいつ。うるさくてつまりなんだよ。なんでそれ気に入ってんの、この人。ちょっとなあ。腹立つわ。俺ら嫌になっちゃったよ。うるさくてつまんないな。うるさくてつまんない。もう嫌になっちゃうよ。そこまでポップにしてくれたらよかったよ。ザ・漫才の時も。リアルたけしとやったよ。北野たけしで言ってたんや。掛け合いがあれば。やりながらうまくなって。掛け合いがあればね。そうですよ。あの時僕しょうがないですよ。ザ・漫才の場合はもう、そのままネタやったらもう吐けるっていうね、そういう状態でしたから。もうしょうがないです。大丈夫よ。ねえ、たけしさん。いいか？静かになって、面白くなったら使ってくれよな。腹立つわ。言わんねん、そんなこと、ひどいこと。うるせえからよ、静かになってよ。本当に面白くなったら使ってくれよな。クジラは行かせねえぞ。お題は置いてかねえからね。置いてけん。お題置いてけん。自分のお金で、クジラで食ってくださいね。いかねえから、自分のお金で。ひとしさん全員に怒ってくれるんちゃうか。クジラにただで食えよ、お前は。もう初出場とは思えない。煮込みもねえぞ。お前らには煮込みもねえぞ。パラレルワールドだけですよ。煮込みもねえぞ。煮込みあれよ、クジラやったら。クジラやでやのに。煮込みしかないねん。煮込みないの？他何があるの？煮込みもねえよ。何もねえよ。お金もねえぞ。お前らにはな、クジラ連れていかなかな。静かになって、面白くなったら使ってくれよな。腹立つわ、これ。うるせえだけだからよ。そうやって言うてくれたらよかったよ。すごい大会になりました。でも舞台裏から突っ込んでもよかったんじゃない？できませんよ、あの空気の中。そんなもん2人とももうそっぽ向いて。アナウンサー下向いとったからな。女性アナウンサー下向いとったぞ。下向いていいじゃねえか。静かでいいじゃねえかよ。下向いた方がよ。おい、黙って。今度さあ、アナウンサーは静かで面白かったな。おい、悪だけです。アナウンサー下向いて静かで面白かったな。下向いた方が面白かったよ。なんで黙って下向いてるやつがおもろいの？価値観どうなってんの？クジラ連れてかなきゃな。連れてけ、クジラ。込みもあるぞ。堂々とした初出場ですね。モノマネ込みでこれ。これチーズ入るんですか？30体。初めてのカワンですけど。確かな手応えはちょっと、向いてました、僕ら。向いてたな。カワンさん向いてました。向いてました、でも確かに。取る可能性。よろしくお願いします。やばいな、これ。初タイトルなんでね。はい、よろしくお願いします。さあ、それではランジャタイの点数発表と参りましょう。点数は !84 点です。並んだ。なんでなん？並んだ。これでもわかんない。まだ笑点あります。高得点。いや、笑点。いつまで言うてんねん、国民笑点。覚えてる？またザ・漫才の話やんけ。ザ・漫才。やば。ザ・漫才。あんちゃん。なんかあった？あんちゃん、本当につまんねえな。全語つけろ、ちゃんと。全語タは本当につまんねえよ。それ飛ばしたらいろいろつけろ。じゃアレンジしすぎやって。アレンジ。あんちゃんは本当につまんない。あんちゃんで笑ったことねえよほら。おいらよ、あんちゃんで笑ったことねえよ。あんちゃんたちが出てきたらチャンネル変えるぞ。そこまでは言ってない。あんちゃんたちが出てきたら俺がチャンネル変えるからな。クジラでチャンネル変えるからな。ちょっと待って。もうランジャタイ跳ねすぎて、もうオテイソンの顔がもうちょっと待ってくれ。そこまで。普通にやれ。普通にやれよホテイソン。やりにくいと。悪たけしいるけどな。ランジャタイも暫定1位のお席にお座りください。うわもうこの人らのその前にやらんかったよかった。でも被害者やでこれ。これはすごい大会になりました。相当な出来事。いい大会ですね。相当な出来事ですけど。いやすごいですよ。このまま行きますか。このまま行きますか。わかりました。頑張れ。おせんさん頑張れ。ちゃうねん、そんな大会ちゃうから忘れていい忘れていい忘れていい、何にも関係ない、忘れていいからちゃうねんって、何にも大丈夫、ちょっとねちょっとホテイソン水とか飲んで一回休憩した方がええわ、すぐは行かん方がええわ、あんな顔でお笑いできへん、ちょっと一回サラチンするというか、ちょランジャタイが嵐だからちょっと落ち着いて、ランジャタイのホテイソン水飲んで静かで面白いな、価値観どうなってるの、静かがおもろいっていう価値観やんけ、水飲んで静かがおもろいという価値観のたけしさんやんけ、そらはわ俺そんなそれやったらちょっと運営の方からまだ罰出ました、大丈夫大丈夫もう勢いでいくしかないからやめてもらう、この勢いのやつね、ある時から行こう、さあおかわんグランプリ